社会人になっての人との付き合い方と大学生まで大学生までにおいての人との付き合い方ってやっぱ全然変わってきちゃうと思うんで、うん、まあだからそれ恋愛に限らずかもしれない。ただ畑さん今言ってますね、とりあえずたくさんの人と関わることは大切だと感じました。いや本当その通りだと思う。うん、いやだから僕なんか本当にいい例で、だからそれこそポンピーはね、中1からの友達、中高生とかに出会ってるじゃないですか。社会人になってから出会う人ってもちろん 100% そうじゃないですよ。ただ割合としてはやっぱりどうしても利害関係が一致することによってその人とつながるっていうパターンの割合が大学生までに比べてやっぱ多くなっちゃうと思うんですよ。まあ仕事も絡めてとかだったり、仕事をやる上においてこの人とつながっておいた方がいいとかっていう、自分にとって利益があって向こうにとっても自分と付き合うと利益があってて、その利害関係が一致する人と出会った方がいいっていう割合が多分大きくなってしまうと思うんですよね、大学生までに比べて。うん、だからまあいろんな人と会っておいた方がいいと思いますね。いやだから僕なんかは、いやだからもういつも恵まれてると思うのは、だから中高生とかの時にそのポンピーとかっていうことで出会うことができたんで、まあそれは別に利害関係とか関係なく付き合う仲になるじゃないですか。うん、だからもし社会人になってからポンピーに会ってたとしたら、もう3秒ぐらいで見捨てられたかもしれません。うん、だからそこは中高の友達、中高で出会ってたっていうのが大きいと思いますよ。P 非常に熱そうだ。いや彼はまあ動画上だと伝わってないってもあるかもしれないけど、多分自分以上に多分情にすごい熱い人だと思いますよ。うん、情に熱い人じゃないとさすがにこんな老害みたいな人とやれないでしょ。